はい、お疲れ様です。まあだから、いろんな場面できっかけがあるってことなのかなと思うんですよ。それはね、傷ついた猫を見つけて、助けたいなっていう気持ちが働いて、その助けたいって気持ちを満足させるために、猫を助ける。猫のためであり、自分のためっていうことですかね。で、猫を助けて不快な気持ちになるんだったら、多分素通りするでしょうし、素通りして、何とも思わなければ、そのまんま、ね、思い出話にもならないと思うんですけども、まあそこに吉谷さんの人柄が出ているのかなっていうところです。だからといって猫を助けることが全て善ではなくってね、やっぱり生命ってのはその命の尽きることに任せるっていう考え方もありますんで、人ともかんともです。まあ昔ね、蜘蛛の巣に引っかかった蝶を助けた坊さんがその師匠に怒られたみたいな話があったんですよ。この世の中っていうのは殺生に関わらないことと、それはもう仏がそういうふうにしてるんだからと、助けるのも良くないよっていうふうに言われてたんですよね。ああなるほどなと、それは人間が飢饉で苦しんでる時でもそうですかっていうふうな質問があってね、そのまま回答が出ないままだったんですけども、だからこそなんですよ。年齢を重ねて30代から40代、40代から50代になってきて、もう選択肢が狭まった時に、20年前30年前から FX ってのはそこにあったわけなんですよね。だから20代で FX やっても良かったんだけども、20代では他の有利に見える選択肢があったんで、FX を後回しにしてしまったと。でも FX は新しい理論や進化を遂げることなく、ずっとシンプルにそのままの法則で20年、30年、留め置かれたわけですよね。だから50代でやり直しても、それは20代でやってるのと、まあほとんど同じなんですよね。で、何が違うかっていうと、50代で選択肢が絞られてきたんで、相対的に FX が有利だってことなんですよ。転職したりとかね、どっかに会社に入るよりも、相当有利ですよ。しかも、資産というのは天井知らずに増えていくってことになりますから、その中で FX を教えてあげるよって人にたまたま出会ったのとしたら、それはラッキーだと思います。通常その FX の絵の字も知らずに人生は終わっていきますからね。いってらっしゃい。